はい、皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？今日はちょっと野球の後なんで声が枯れてることはご了承ください。ですね、実はESA SX2 をアナともね、いろいろテストをしてました。で、その中でですね、コメントなんかも来てて、で、なんか他のゲーム早く動いてる動画見ましたよとかっていうコメントをいただいてたんですよ。それで、前回のパフォーマンスアップの動画でちょっとお伝えしたんですが、 ESA SX2 がまだまだ不安定で、例えば鉄拳とかソウルキャリバーがですね、基本皆様にお伝えした動画のスピードなんですよ。でも何回もなんかいろいろ設定変えたりして、また戻したりすると突然ね、速くなる時あるんですよ。 60fps ぐらいで、で、あ、速くなったと思って感動してたら、なんかその面終わったらまた元通りになるとかあったりして、なんか結構紆余曲折があって、で、ある設定をするとですね、なんとESA SX2 がむちゃくちゃ軽くなる設定見つけたんですよ、僕ついに。設定っていうか、そういうことなんですけども、で、それでゲームをやるとですね、恐ろしいぐらいテストしてて重かったゲームが全部速くなったんですよ。もうびっくりするぐらい速くなったんで、もう包み隠さず今日どれかをお伝えします。はい、これはだから、オーディンプロだけじゃなくて、その他のスマートフォンので、ESA SX2 を入れてる人は有効なので、参考にしてください。1箇所だけです。1箇所プラス、ちょっとプラスアルファなんですけども、言います。イーサーを起動しました。でもここが入れてるゲームですね。で、ここを押します。で、アプリの設定、この中のですね、ここ、ゲームの修正を有効にするが実は初めにオンなってるんですよ、これ。これを、で、ここがね、自動的に基地のゲームに互換設定を適用しますって書いてるんですけど、要はこれがあんまり優秀じゃないってことなんですよ、多分今は。なので、これをオフにして、で、その他のグラフィック関係の設定とかのやつを軽い設定にすれば、要はゲームが軽くなるんですよ。で、ここはちょっと推測なんですが、多分だけど、ここをオンにしてると、基地のゲームに互換性ということは、まず分からない、ここは推測ね、 ESA SX2 がある程度いろんなゲームの、データを収集してて、例えばグランツーリスモ4だったらこの設定がいいよねとかっていうのを勝手に奥で設定しちゃうんですよ。だから、ここでいろんなグラフィック設定やなんやをしても、多分勝手にその設定になるんですよ。数値とかはここ変わるよ。例えばやけど、この急速起動、例えばの話ね、オフにすると、ここでは変わるでしょ、オフに。でも、ここをオンにしてると、もうESA SX2 の内部の設定が多分ね、有効になるんだと思うの。これ推測ですけど。なので、ここでいろいろごちゃごちゃ細かいことできるのに、結局最終的にはもう設定されてる設定が有効になるのかなっていう思ってるんです。だから重いので、これがすごく優秀だったらば、多分これで早く今後なっていくんだろうけども、 ESA SX は、どこの国か分からへんけど、とりあえず日本以外ですよね、海外で作られてるから、これも推測ですけど、日本のゲームのことあんまり情報入ってないんちゃうかなって思うんですよ。ってことは、基本的にここはオフにして自分で設定した方がいいということなんですよ。はい、なので、ここをオフにすると、とにかくね、もう劇的に速くなります。ちょっとびっくりするぐらい。なので、今から、前回重かったゲームですね、鉄拳5とかソウルキャリバーとかドラゴンクエストとか、ガンダムの戦いのやつとか全部やっていきます、今から。はい、ご期待ください。それでは、ここゲーム修正を有効オフにして、他の設定を軽くしたのでゲームやっていきます。結構衝撃的な映像になるのでご覧ください。
りだ。Versus Nightmare. マップだぞ。Hungry. 怪我しても。Battle One. Fight. Ring out. You win. Battle Two. Fight. Versus Maxi. Battle One. Fight. You win. Battle Two. Fight. Cassandra. Round two.
the next battle. Round one. Fight. You round two. Fight. Fight one. Ready? Go!
ワンアウトです。打ち取りましたね。今のは彼本来のピッチングできました。いい内容でした。投げました。右に引っ張った。取って自分で入った。アウト。ファーストゴロに打ち取りました。打席に入るのは3番の三重です。さあこの場面を迎えまして、バッターは三重です。今日のフリーバッティングこの当たりはセカンド1、2塁間真っ二つ、2塁に投げた。ヒットです。これはそれほど甘いコースでもないですからね。はい、難しい球なんですが、うまくバットをコントロールしてます。これは相当経験を積んだバッターでないと出ません。大きな空振り、変化球から入りました。一塁ランナーはヒットで出た三重です。速いモーションから投げました。外角決まってストライク。いいリズムで投げ込んでいる笹岡。なお1回の裏ツーアウトランナー一塁、勝負球です。打ち上げてしまいました。勢いがありません。金本がっちり抑えました。レフトフライに打ち取りました。はい、いかがだったでしょうか。見ていただいた通りですね、前回のテストで重かったゲームを全部やりましたが、これぐらい、まあ、60多分出てるかなっていう感じがします。ちょっとドラクエはちょりちょりとこうなんていうかな、音が途切れるようなタイミングがありましたが、他のものも、まあ、バーチャファイター4エボリューションは60はないともね、40後半から40、まあ中、40前半から50ぐらいかな。うん、でも鉄拳とかほぼほぼ50から60出てるんじゃないかなっていう感じはしました。
もうとにかくこの設定だと思います。もうここをパッと変えただけでもうスパーンって速くなったんで、もうまさにこれでしょうね。この設定が全ての肝になってるっていう、感じがします。なので逆に言ったらあそこをオンにしてたから、僕が前っていうか話してた通り、動くはずやのになんか変な規制をかけて、言い方悪いですけど遅くなる設定にしてたっていう感じなんでしょうね。でたまになんかその辺がなんかブッとまた速くなる、本来速く動くのにあの設定のせいで遅くなってたから 60fps 級に出たりとかするけどまた遅くなるんですって僕が言ってたのは多分そういうことなんだと思います。なのでこれをやると、まあドラゴンクエスト、まあ序盤しかやってなくて、まあまだまだこれ他にね女の子が立ってポリゴン数も増えたらどうなるか分かんないですけども、激空間プロ野球があんだけ動くから結構動くんじゃないかなと思います。 PS2 でまあ当然まだまだ重いゲームもあるんですけども、個人的に激空間プロ野球はねかなり重い部類です、僕の今までやってきた中では、うん、なのでかなりPS2 スナドラ845で動くんじゃないかなっていう感じはしましたね。でちなみに今回ハイパフォーマンスモードにしてます。一番、レベルの高いやつねにしてますんで、まあそれもプラスして、今回の設定もプラスしてこのまあ感じになってると思ってください。これは驚いた。なのでもうちょっと PS2 の他のゲームもまあテストしてみようかなと思いますんで、まあまた続報をお楽しみにしてください。この動画で初めておじいさんのことを知ったよってしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。